以上の人たちのこの人混み、人山をですね、はい、この大海の荒波に見立てて、ですよね、それをかき分けてこう船が進んでいくっていうこうテーマなので、はいはいはい、やっぱもう上からこの人のわーっていう波を見るのは、ね、はいはい、壮観ですよ本当に。もうあれですかね、あの本当に大気になりきった、まあ、ずっとしゃがんでましたけどねいやでも本当すごいのは、はい、あのやっぱりこの歴史 の, その、ね、情景を再現するということで、はい、もう上に乗る人たちは、はい、その例えば腕時計も外して、はい、携帯も外して、はい、で僕なんかその中継の、ね、マイクとかイヤホンみたいのを持ってるわけですけど、はい、まあ、それも NG だと、はい、でなるべくこのその時代の格好でということで、はい、あの急遽 FM 読谷のスタッフジャンパーを脱ぎ捨て、はい、あのうっちゃきとクバガサをかぶってですね、その衣装を、はい、もう当時の人になりきって、はい、でマイクがちょっとあの見えたらいけないということで、はい、まあ、しゃがんで中継というのをやったんですけども、はいはいはい、それぐらいのこだわりがやっぱあるということで、それはもう本当に、まあ、上で、ね、やられてる方もそうですけども、うんうん、下で見てる方たちも本当に、ね、そこまであのそういう素晴らしい形でお披露目されると本当にね、うんうん、あ、なんか読谷村民でよかったとか、やっぱタイムスリップして ね、 そうですよね、こういうもう歴史のロマンを感じられるっていうところがやっぱすごいなと思いますね、はいはい、また今ちょっとステージの方で、はいはい、何か、やっておりますね。こちらはそうですね、今は、何でしょうかね、ちょっと今まだ、まあ、花笠のね、はい、来た人たちが、はい、踊っていますね。素敵なもう流装の花笠衣装ですね。すごいたくさんいますね、はい、これだけの人数の花笠を見ると圧巻ですね、本当に ね、 50人ぐらいいますかね、はい、はいはいはい、まあ、うん、読谷村人口が多いですから、はい、本当に村民がもう 何万人もいる村なので、はい、本当はもうあの市にしてもいいぐらいの人口なんですけども。そうですよね、もう本当に今も会場を見てみると本当に人グランドいっぱい、何万人いるんですかね、これは本当にものすごい、はい、もう数だと思いますね、はい、ぜひね、まだまだ時間間に合いますので、はい、ぜひあの会場の方に足を運びになって、このステージ、うんうん、会場の雰囲気もう全てを楽しんでいただければと思います。そうですね、はい、ふみさんはこの例えば祭りの思い出なんかは。あ、この祭りの思い出、うん、ですね、僕はですね、まあ、男性としかまだ来たことがなくて、あ、この読谷祭りですね。なるほど、じゃあ読谷祭りデビューしないわけですね。そうそうさっきのね、読谷祭りデビューはい、はい、まだ認められてないんですよ。あ、なるほど、ぜひね、僕もね、ここに連れてきてみんなに見せびらかしての冷やかされてのみたいな、もう認められるみたいな、はいはい、もうね、いつも男性とばっかりしか来てないので、はいはいはい、ぜひね、次回は、まあ、むしろまだ間に合うんですけどね、多分ね、たくさんのカップルが今宵も登場してると思いますよ。そうそうなんですよ、祭りカップルがもう見るたびにね、羨ましいなと思ってもう絶対楽しんでるだろうな、同じクラスだけど意識して、ね、でも喋りかけられなかったっていうのがこう、はいはいはい、祭りで浴衣着てるこの時に、はい、あっておーみたいな。そうですよね、ちょっとお、何してるのみたいな、まあ、一緒にね、僕もね、焼きそば食べたいですよ女性とも焼きそば食べたいですね、焼きそば食べて伝統芸能見たいですよ、はい、あ、見たいですね、はい、そしてもう最後の花火をね、はい、はいはいはい、左に向けて、はい、すごいですね、本当に人人人で、うん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 、もうこの後ね、花火に向けて多分グランドに皆さんどんどん集まってきてると思うんですけれども、うんうん、まだまだね、この後いろいろありますので、そうですね、はい、進行線がね、はい、まあ、先ほど入場してきて、で、はい、今その進行線がステージの右手に、まあ、停泊してるわけですね、はいはい、でこれでこの中国から帰って、はい、こう船旅を終えて帰ってきた大輝ご一行に、はい、今伝統芸能をこう見せて、まあ、奉納的な感じでね、うん、こうお迎えしてるというような今、はい、一場面なんですけども、はいはい、でこの後またこの大輝の一行がですね、はいはい、船に乗り込んで乗船して、うん、はい、また島に向けて、はい、旅立っていくぞというこの、はい、このね、やっぱ当時のこの琉球ね王朝時代の時は、はい、まだその今みたいに船の旅というのが、はい、まあ、その安全とかね、はい、差で言えばまだそのなかなかね今みたいに行かない時もあったと思うので、うん、はい、結構やっぱ期間がものすごいかかって、はい、でもう本当に何年もかけて行って帰ってくるみたいな、だから
でね、途中で遭難してしまうこともあったりということで、うん、この東へこの貿易で渡る船のこの東旅っていうのがですね、本当にもうあの世の旅と例えられるほどの命がけの旅路だった、うん、だからそれだけにそれをこう見送って、行く人たちの期待感、そしてまた戻ってきた時のこの高揚感っていうのは並々ならぬものがあったと思いますね、当時の背景で考えると、はい。きれいに、きれいに終わりました、大丈夫です。手作り新鮮ウチナーの味、一力食品、凝固剤を使わず殺菌された海水と明朝炭、活性水を使用し24時間低温管理された大豆、昔ながらの生搾り製法にこだわり、地釜独自の香りと美味しさが自慢やいびん、中央の夕飯、一力食品の地釜豆腐、理科公以外かな。お買い求めは最寄りのスーパー小売店まで。ようこそウィンズへ。白いキャンバスにご家族の夢を乗せて、完全オリジナル設計で喜びと感動の家づくり。建てた後から始まるお付き合い。ウィンズ。第37回読谷祭り特別番組を読谷祭りの会場にありますサテライトスタジオより生放送でお送りしております。よっしゃ、はい、よろしくお願いします。ワルノリさんでフミロックと、はい、千葉な辰美がお届けしていま す。よっしゃ、はい、今進行線に、はい、ライトが灯っておりますね。ライトアップされるとまたこの草原な美しさを放ってますね。そうですね、はいはい、やっぱこの船が動くっていうところがすごいなと、はい、動かしてしまったと。そうですね、はい、その並々ならぬ村民の情熱で、はいはい、普通はあの、ね、こうモニュメント的にこうどこかに飾って、ね、まあ、ってのあの船が再現されてありますよっていうのがあるんだけど、ね、はい、それが動くっていうところがすごいですよね。これがまた動き出すということで、本当ですね、はい、まだあの近くに、ね、いらっしゃる方はぜひ、はい、まだ間に合うと思うのでぜひ、ね、ぜひね、あの、はい、会場に来て動くところを見ていただければ。そうですね、動くところを見たら本当感動しますね、はいはい、すごい大きいですからね。大きいですね。これはどれくらいありますかね、大きさ。どれくらいあるのかな、あれはもう本当に何十メートルですよね、高さは ね、うん、これが今から動くということで、はいはい、まあ、会場のね、会場もどんどん、熱狂的ね、うん、もうすごい多分今お酒飲んでる人たちは、はい、ほとんどみんなもうで完全に出来上がってる状態でしょうね。はい、はい、もう本当にベロンベロンになってるでしょうね、はいはい、まあ楽しんでると思うので、はい、あの辰巳さんはなんかあのこの読谷祭りでのなんか思い出と、はいはい、そうですね、まあ、はい、多分小学校の頃は何かしら あの芸能とかで、はい、出たと思いますね、はい、とかそのやっぱり先ほどの、はい、まあ、読谷祭りデビューの思い出もちょっとあったりはしますね。あ、実際にもじゃあ、ね、まあ、当時のね、はい、青春時代の中学校時代の思い出はあったりしますけど、あの花火がですね、はいはい、花火が、はい、間近でこうバーンとこう打ち上げられるわけですよ、はいはいはい、であまりにも花火が近いので、はい、花火の玉に火薬のですねこう燃えかすみたいのがこう降ってくる時があるそれがあの中学校の時に、はい、その当時ね、あの中学校の時の彼女と一緒に祭り会場で花火を見ていた時に、はいはい、まあ、その花火があの燃えかすが落ちてきてあちーみたいなこの青春の思い出が ね、あってなかなかない体験でしたが、あれは、はい、死に煙かじゃあするんですかす落ちてくるというね、近すぎてってもそれぐらい迫力があるってことですね。それぐらいの臨場感がね、本当味わえるっていうことなんですけども、はい、さて今、はい、メインステージの方では、エイサーですかね。お、太鼓がいっぱい、ね、出てきましたけども、はい、これはトケシですね。トケシのエイサーですね、はい、おー
ではちょっと、会場の様子聞いてみましょうか。はい、はいはい。一のちょらさやかいやのめあやごのちょらさやみやこのあやごいらたけし青年会、たけし青年会今盛り上がってきましたね、はいはい、やっぱりエイサー出てきて、エイサーがね、はい、この後ね、はい、いよいよお待ちかねの、はい、等身大勝ち足があるそうですね。来ましたね。あ、もう祭りといえばやっぱりそうですよね、もう勝ち足でね、もうフィナーレピークに向かってこ う, もう、ね、みんながほとばしっていく時間帯になってきますけど大丈夫ですかこの人数での勝ち足ってものすごい地面が揺れるんじゃないかっていうぐらいのね大地が揺れる、はい、もうね、お祭りということでも暑いですね、うん、本当にこれだけの人数の勝ち足ってのはやっぱそうそう見れないですよね、はい、本当にね、はい、うん、今会場の方も、ね、一緒になって、ね、体を揺らしながら、ね、うん、ね、楽しんでますね。 今かとこの勝ち足を待ちかねてる人たちがもうね、はい、多分もう先走って踊り出してる人もいるんじゃないかっていう感じが見受けられるんですけども、そうですよね、はい、やっぱエイサーの音聞くとね、なんかもうちむどんどんするっていうかね、 ありますね、はいはいはい、エイサーやりました？僕少しだけですね、はい、やっぱ やってたんですか？エイサー、はい、青年会やってましたね、はい、はいはい、やっぱまあ、読谷のね、いろんな各地域がこう、はい、対抗心を燃やしてこう孫エイサーみたいな、うん、この各あざで一番こうドイツらがこう華やかすかみたいなのとかもあるので、まあ、でもこの今舞台でね演じてるこのたけし青年会っていうのは、はい、もう読谷村の中でももうほぼ1,2 番目に大きい青年会ですので、はい、まあ、すごく有名で、で先ほど言ったそのエーサープラス1個芸能っていうのでは、はい、たけし青年会は獅子舞が有名で、はい、もう日本全国にこの獅子舞のなんかああいうフェスティバルみたいなのあるたびにこう呼ばれていくような、すごいですね、はい、青年会なんですけども、はい、もう今会場の方では、うん、チョンダラですか、はいはいはい、と一緒に子供が今踊ってたりとか、子供たちは本当に楽しいはずな、楽しいでしょうね、うん、僕も3歳と、ね、4歳の子供がいるんですけども、はいはい、もうやっぱ子供の時から太鼓の音っていうのはすごく反応しますね。あ、そうですか、やっぱり、うん、なんかやっぱこうお兄ちゃんお姉ちゃんたちに対する憧れみたいなのもありつつの、はい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 、だからもうなんか大きくなったらエーサーする人になりたいみたいな、なるほどね、やっぱかっこいいっていう憧れがあるんでしょうね、はいはい、もうだから本当夏のこのエーサーの時期の頃は、はい、
家でずっと太鼓叩いてますもん。そうですよね、あの、まあ、やっぱ幼い時からねこういうお祭りとかそういうイベントとかものでね見てたらね、本当自分もいつかこういう風にみんなの前で踊ってみたいとか、うんうんね、やってみたいっていうのも出てくるって。そうですね、やっぱこの伝統芸能がこうやって継承されていくっていうのは、うん、やっぱこの憧れが一つあってと思うんですよね、はいはい、なんかその、まあ、もちろんそのね、熟練したこの演技とか演舞というのもまた素晴らしい魅力だと思うんですけども、はいはいはい、またこの若い人たち、その20代のね、はい、人たちとか30代の人たちっていうののこう、はい、を 見たこの小学校とか中学校の頃のまた子供たちが、はいはい、またこう2人になっていくにつれて自分たちもあんなして祭りの舞台立ちたいなみたいなのが、はい、かっこいいっていうね憧れの目線でね、うんうん、見てると思います。すごい大事ですよね、はい、こういう機会とかっていうのはね、はいはい、あ今会場の方でね、エイサーの人たちを囲んでまた会場の方が絵になって見てるんですけれども、チョンダラがね人の輪の中にどん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 中に入っていって、そうですね、今等身同意が始まってますね、はい、お、カチャーシーでこれはもうあのみんな今お 客席にですね、チョンダラが煽りに今行ってるところですね、はい、あどうぞ皆さんということでですね、はい、ちょっとこのカチャーシーの、雰囲気を聞いてもらいましょうか、はい、カチャーシーの輪の中へどうぞ。みんな踊ってますね。踊ってますね。さっきまで絵になったところがみんな前に出てきて、前に出てきて、はい、もうステージに上がっちゃって勢いでね、あの子供を肩車したあのお父さんがもうステージ上まで上がってですね、今踊ったりとかね、はいはいはい、あ血が騒いでますね皆さん、はい、いやもうさっきから踊りたくて仕方がなかったんでしょうね、はいはいはい、いや楽しそうですね、楽しそうですね、はい、カチャーシーで本当ね、もうこのやっぱあの先ほどね会場の中僕回ってる時にも、はい、このおばあちゃんたちとかもね、はいはいはい、もうこういうのを楽しみに、まあ、椅子にもう前のステージ前に陣取って座ってるわけですよ、はいはいはい、でやっぱ普段はねなかなかもう出歩くのが億劫になってたりとか、はいはいはい、まあ、車椅子のお年寄りの方たちも、はい、この祭りの時はやっぱ出てきて、はい、もうとにかく楽しみにしてこのカチャーシーの時はね、はい、普段はもうじっとしてるおばあちゃんがハッと立ち上がってこう勇壮にこうはい、はい、ハッとこうカチャーシーをですね決めてみせるみたいな瞬間もやっぱあるんですよね、はいはいはい、いやもう本当にね子供から大人までもうみんなで楽しんで踊ってますね。やっぱり祭りの醍醐味っていうのはね、沖縄の祭りっていうのは本当にねこのカチャーシーがもう、まあ、結婚式でもなんでもねもう本当にもう一番みんなのこの思い、はいはい、そういうものをこう体で全身で表現するっていう、うん、もうこの時間なんですけども、そうですね、みんなで一体となってなんか楽しんでるって、うん、みんなで作るっていうところがね見れて本当にいいね、そうですね、はいはい、やっぱり祭りっていうのは、まあ、その元々昔からの祭りっていうのはね、やっぱり農業とか漁業とかでこう1年間頑張ってきた人たちが1年に1回このそれをこう、まあ、ねぎらうっていう意味と、はい、またその村の発展とか、まあ、豊作とか大量のね祈願をかけながらこうこの共同体としてのこの結束力をまた高めていくっていうのもすごいあると思うんで、うん、はい、やっぱそういう意味ですごくこの読谷祭りが果たしている役割ってのは読谷村民にとっても大きいですね。そうですよね、はいはい、まあ普通の、ね、お祭りだったら、うん、多分メインステージとかに上がったら多分怒られるんですけど普通に上がってますからね。そうですね、お客さんが、はいはい、
それぐらいも本当にみんなで一体となって楽しんでるっていう感じですね、うん、今。そうですね。おっと、あ、だんだんですね、はい、この番組のまた、あ、そうですね、はい、はい、時間が差し迫ってきましたけども、はい、まあ、私フミロックと、はい、一番辰巳が、はい、この時間でちょっとね、うん、あのまたバトンタッチということで、はい、まあ、一日ね、あのいろんなパーソナリティがこう、うん、時間つなぎでお送りしていくと思いますが、はいはい、またフィナーレに向けてね、うん、この後またみゆきさんたちがね、はい、また会場のも様子をね、はい、花火に向けての様子を中継してくれますので、はい、ぜひ、チャンネルをこのままでお聞きください。はい、さあ、祭りもねどんどん本当に盛り上がってきて、皆さんもうね座ってる人いないですよ、もうみんな立ってます、みんな立ってますね、はい、いい感じですね。じゃあふみ、俺たちも踊りに行こうか。踊りに行こうか。じゃあじゃあガチャ足押しに行ってきます。もうガチャ足踊りまくってくるぜ、もうよし、じゃあ行ってきます。行ってきます。じゃあということで、はい、今日は、私フミロックと、はい、千葉辰巳が、はい、お送りいたしました。はい、皆さんでは引き続きお楽しみください。はい、お楽しみください。タイヤ戦争の揺れや太陽光発電システムの読山産業、美しい沖縄を次世代へ、太陽の恵みを生かしてより豊かで快適な暮らしを、オール電化も含めて補助金を活用した快適エコ生活、資料請求や現場調査などのお問い合わせは 890-2626 太陽光発電システムの読山産業まで。ただひたむきにこの一杯に真心を込めて、泡盛残波。夢の扉を開けましょう、大成ホームと一緒に。家づくりは幸せづくりなのです。詳しくはウェブで。大成ホーム。浦添市タクシに誕生、かりゆしタウンタクシヒルズ、好評発売中。第37回読谷まつり FM 読谷特別番組お届けしております。さあ、この時間ですね、9時までの残り時間あと15分なんですけれども、私日賀美由紀と、はい、千葉のその子でお届けいたします。お届けしたいと思います。さあ、今日はですね、はい、FM タンのパーソナリティの皆さん、めちろおしくですね、このサテライトスタジオですね、入れ替わり立ち替わりの放送、そして会場の模様をお届けしながらお送りしてきました。はい、なんだか土曜日にこの第37回読谷まつりが開催されまして、スタートしたかと思いきや、はい、うん、もうあっという間のねエンディングが近づいているということで。そうなんですよね、はい、さあ、先ほどはですね、ワルノリサンデーのフーミーと、そしてうちのスタッフであります千葉の辰巳さんの方がですね、うん、パーソナリティを務めまして、はい、さあ、こちらね二人とも、等身同意が始まっているということで、もう踊りに行っちゃいました、ね、踊りに行ったかもしれませんね。ね、今ね、あ、もうでも等身同意も今ステージも終わりました ね、 ね、ちょうどね終了いたしました、うん、さあ、ステージの方ではですね、先ほどはですねこの等身同意ということで、うん、進行戦のですね、やっぱり舞台前に降りてね、今ちょうどですね皆さんに囲まれている状況なんですけれども、はい、このガチャ足、やはり会場の皆さんね、一体化となって、うん、そう、とても楽しく、そうなんですよ、もうたくさんのね、お子さんからおじいちゃんおばあちゃん、そして外人まで、うんうん、
ね、たくさん踊ってらっしゃいました。そうですよね、うん、そうそう、この読谷村内のこのですね、読谷村祭りなんですけれども、うん、村内の皆さんもちろんのこと、村内外の皆さん、そして県外、なんとそして世界の皆さんがですね、そうなんです、この祭りを見に来ていらっしゃるということで、はい、本当に嬉しいですよね、うん、はい、先ほどねレポートで外人の方も、うん、ニッキーが英語上手でしたよね、あ、本当本当、うん、そういう風にねレポートできたのは良かったなと思いました。はい、さあこちらですね、読谷祭り、こちらでステージの方ではですね、あの若干時間の方がプログラムとですね、はい、20分ほどですねちょっと遅れてですね、はい、進んでいる状態なんですけれども、うん、さあこちらステージの方ではですね、宴を楽しんだのか、はい、大輝様がですねステージの中央の方に降りてきました。ということはもうそろそろ大輝様はもうですねまた船旅に出るんです。はい、うん、また来年までということでね、うん、今もう間もなく舞台の方から降り立ちました。そしてゆっくりと歩みを進めて船の方に進む前に多分皆さんに挨拶があるかと思うんですけどもね、また再び旅に出るその気持ちというものはどういう感じなんでしょうかね。本当ですよね、うん、でも様々なですねいろんな伝統文化、そしてですねあの商売ということで私たちの方にもですねこの今受け継がれていますこの大輝様のね様々な商業などもですね、私たちはもっともっと受け継いでいかないといけないなと思いますけれども、はい、さあ大輝様、うん、あの会場にいる皆さんに深くお辞儀を、深々とお辞儀をなさいまして、はい、船の方にね進行船の方に歩みを進めております。さあ本当に大輝様がもう帰りになるということはなんだかちょっと寂しい気がしますけれどもね、うん、さあ本当にもう、その当時はもっと私たちのように、あ、また行ってくるんだなっていう気持ちでですね、はい、うん、見送った方々も多かったのかと思います。後ろの方でもナレーションの方が流れています。それからちょっとで皆さんの方にお聞きしたいと思います。希望を乗せ旅立つ進行船、さあナレーションに参りました。さあ再び旅立つ進行船、そう、後ろの方では波の音が、素敵ですね、はい、皆さんイメージしてみてください、うん、また大輝様が船に乗りこの波音の後ろにね大きな大海原をまた目指して旅立つということになります。本当ですよね。さあそして今ちょうどですね会場の方ではですね進行船の方がですねライトに照らされ、そして松明の皆さんがですね誘導し、そして大輝様が進行船の方に乗りました。そして同じくですね大輝様この進行船のですね中央の方に立ちまして、またですね私たちの方で向かってですねまた手を振ってくれると思います。さあ FM メタン特別番組、なんとですね放送終了まであとわずかとなっています、はい、残念ながらですね最後までちょっとお届けすることがですね、そうなんですね、できないのがすごく残念なんですけれども、はい、会場にいる皆さんはですねこの生の大輝の方ですね、はい、見ていただきまして楽しんでいただこうと思います、はい、そしてラジオを聞きの皆さん、そしてですねインターネットをご覧になっている皆さんもですね残念ながら本日ですね9時までの放送となっておりますので、はいはい、ね、最後までお届けできないんですけども、ギリギリまで時間いっぱいまで映像の方はお届けいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ振り返りまして読谷祭り第37回を迎えました、うん、はい、私たち FM 読谷の方もですねなんとちょうど3年前、うん、はい、11月1日にですね、読谷祭りがですね始まった時にですね、1日にですねちょっと3年前読谷祭りがあったんですけど、その時に開局いたしまして、はい、祭り会場からお届けしたのはなんと4回目、うん、うん、さあ様々なですねこと、また様々なことをチャレンジしてきました。また皆さんにですねいろんなねまた情報などがお届けできたらなと思っております。また来年もですね、はい、このサテライトスタジオからたっぷりとですねもう盛りだくさんにお届けしたいですよね本当ですよね、はい、毎回そうなんですけども、今回もですね多くの皆さんのご協力を得て私たち FM タウンのスポンサー、またですね、今回祭りのですね、業者の皆さん、そして関係者の皆さんのご協力によりお届けすることができました。そして私たち FM タウンスタッフはもちろん、そして各パーソナリティの皆さんもですね、昨日と今日2日間ですね、うん、はい、会場の方をですねもう飛び回り、そしてサテライトスタジオからですねこの舞台の情報などもお届けいたしました。
さあそこで皆さんにですね、本日 FM 読谷ですね、この2日間また読谷祭りの方でですね、スポンサー提供クレジットの方最後に読まさせていただきます。さあ後ろの方ではもうそろそろですね、新幹線が飛び立つということで、まず端末からね、皆さんが歩き始めてるんですけど、今度お伝えいたします。はい、第37回読谷祭り特別番組、この時間は有限会社読谷産業、有限会社東酒造、株式会社池原建設、有限会社一力食品、有限会社行政産業、有限会社ロイヤル、株式会社大成ホーム、やまびこ薬局、おきけいエンジニア、居酒屋カラビサ、カラオケ居酒屋村屋、つたや読谷店、株式会社読谷くくるリゾート、ひじゃ川ガス株式会社、読谷村民泊協力会、なごみの心、読谷村商工会、ヘアメイク&ブライダルジョイ、運転代行5円、ソフトバンク国体道路店、スイートハンズ、オリオンビール、丸井運送、読谷祭り実行委員会、ほか各社の提供でお送りしてまいりました。本当に皆さんのご協力どうもありがとうございました。さあ私たち FM タウン特別番組、昨日のですね11月5日土曜日のですね、はい、午後2時からスタートし、最後の花火までね9時までお届けしました。そして今日本日2日目読谷祭り、はい、午後2時からスタートし9時までの放送ということで、うん、読谷祭りの会場はまだね、終わってはいないんですけれども、はい、放送が終了ということで、ここで皆さんにですねお別れとなってしまいます。名残惜しいんですがね、本当ですよね、はい、うん、さあこちらですね、もう私たちのお別れと同時に大輝様もですね新幹線乗って、はい、はい、船出し、ま、船からね、船に乗って海に旅立ち、ま、ね、旅立っていきます、はい。さあ本日ですね第37回読谷祭り特別番組、 FM 読谷の方はラジオはもちろんのこと、インターネットの方でもですねお届けいたしました、はい、皆様本当にありがとうございました。そしてまた来年、そうですね、第38回を迎えます読谷祭り、この会場からですね再び FM 読谷のですねサテライトスタジオから皆さんに情報たっぷり、そして会場の模様ですねしっかりとお伝えしたいと思います。2日間ですね、皆さんどうもありがとうございました。パーソナリティの日上ゆきと千葉さの子でした。それではまた来年、はい。